悪魔の歌は、1988年に発表された、イギリスの作家サルマンラーシュリが、ムハンマドの生涯を題材に書いた小説。日本では、筑波大学助教授、い原氏はじめによって日本語訳、新泉社、1990年が出版された。イギリスでは1988年ブッカー賞最終候補となり、また同年のホワイトブレッド賞小説部門を、 受賞するなど高い評価を得る一方、現代の出来事や人物に強く関連付けられた内容が、ムスリム社会では、冒頭的であると受け取られ、激しい反発を招いた。この結果、一連の噴射騒動、イラン最高指導者ホメイニーによるラシュリの死刑の宣告に続き、各国の翻訳者、出版関係者を標的とした暗殺事件が発生した。イスラームの聖典クルアン中に、 神の予言として、メッカの多神教の神々を認めるかのような記述がなされている証句があったとの伝承がある。伝承では、後に予言者ムハンマドは、その証句を神の予言によるものではなく、悪魔によるものだとして取り除いているが、ラシュディはこれを揶揄したとされる。具体的に言うと、現代のザ・サタニック・バーセスはクルアーンそのものを暗示しているとも見られる。 この他にも、ムハンマドの12人の妻たちと同じ名前を持つ12人の売春婦が登場するなどイスラームに対する揶揄が多く、散りばめられており、イスラームに対する挑発でもあったとされる。悪魔の歌の出版は、その直後から国内外のムスリムに反発を生み、10月にインド政府はこの本を発禁とした。イギリスでは12月2日に、 マンチェスターのボルトンで8000人のムスリムが本書の発禁を求めるデモを行い、翌年1月14日にはブラッドフォードで本書、役パフォーマンスを行った。少数派のムスリムの政治運動としては最大の動きだったが、イギリスでもほとんど報道されることがなかった。世界中の注目を浴びたのは1989年2月14日。 イランの最高指導者ルフォラー・ホメイニーによる著者のラシュディ及び発行に関わった者などに対する死刑の宣告であった。死刑宣告はイスラム法の解釈であるファトワーとして宣告された。ラシュディはイギリス警察に厳重に保護された。役所の放題にルビはなく読み方が固定されていない。伝承ではクルアーン第53章19節から22節、あなた方は アラートとウザーを考えるか。それから第3番目のマナートを、あなた方には男子があり、彼には女子があるというのか。それでは本当に不当な分け方であろう、の部分に挿入されていたと伝えられる。タリクマデュード・レリジェイス・アンガーマイノリティ・ライツ・ザ・ポリティカル・クオータリー、ボリューム60、イシュー3、1989ジ来、ABCD 立花処方編。 神経美容語辞典、立花書房2009年、14から15ページ。AB、迷宮入りの、悪魔の歌役者殺人、問題にされた2つのポイント、平成の怪事件を、デイリー新調、2019年9月29日閲覧、悪魔の歌検証金を増額イコール、著者処刑の後期乱頼財団。ありがとうございます。